三宅春江は、日本の声楽家、オペラ歌手、音楽教育者、二機会の創設者の一人。夫はピアニストで、フェリス女学院短期大学教授見学長の三宅陽一郎。福岡市生まれ。父は、英文学者、九州帝国大学教授の豊田稔。1939年東京音楽学校を卒業する。ヘルマン・グー・ハープフェニッヒに指示。 実質的なデビューは1939年12月の新交響楽団定期演奏会のベートーベン、フィデリオ・マルテリーネである。戦時中の1945年1月においても新交響楽団の演奏会に出演しているのが確認できる。1951年1月27日に日比谷公会堂で文部省芸術祭参加作品としてベルリオーズ、 ファウストのゴーバツの役史を演奏会形式で2公演、舞台として9公演を行い、これを NHK ラジオが収録して放送している。芸術最後に、ソプラノの三宅、アルトの川崎静子、テノールの柴田厚志陸、バリトンの中山定一の4名が中心となり、先人のオペラ活動を第一期に自らは第二期の中心として、気概を新たにという趣旨から、 二機会を結成し、1952年2月15日に、結成披露を、基金募集の、ボーカルコンサートが行われた。プログラムには、2月現在の二機会会員として、以下の16人の名前が記されている。三宅春江、大熊文子、朝倉牧子、柴田清子、荒牧の子、川崎静子、佐々木茂子、木下保、柴田厚尻区、渡辺幸之助。 中山定一、秋元誠一、関忠明、石津健一、畑中良介、伊藤渡き。同年2月25日から28日にかけて、日比谷公会堂で、プッチーニ、ラボエームを訳しで、マンフレートグルリット式の東京交響楽団演奏で初演する。三宅は、柴田清子とのダブルキャストで、耳を務めた。1953年から2年間、 西ドイツのケルン及びオーストリアのウィーンに留学する。帰国後は2機会の主力歌手して数多くのオペラで活躍する傍ら、1960年代になると宗教音楽やドイツ歌曲で新境地を見出し半世紀以上にわたりソプラノ歌手として活躍。一方でフェリス女学院短期大学の教授として後進の指導に当たった。後、名誉教授となる。 文下生に、枝野麻子、大場照子、藤野道代、佐藤由里、工藤七恵、佐藤望、大塚時雄、中田幸子、メラ義和、横井節子、奥村敏子、大橋民子、谷十三氏、安倍マリ、徳淳子、稲葉雄三、江口玄氏、沢田る恵、稲村舞子、有賀紀美子、河西紀美子などがいる。 1998年には80歳を記念したリサイタルを開催した。2005年12月9日に老衰のため横浜市で死去。87歳坊つ。1954年以前の音源は国立国会図書館デジタルコレクションによる。国立国会図書館デジタルコレクションによる。ありがとうございます。